さあやってこうか、体験版。おー、これがストーリーのやつ、果ての砂漠。毎回思ってるけどさ、この砂漠の上どうやってやってんだ、どうやって進んでんだろうね。君のことは聞いているよ。今日呼ばれたわけはわかるかな。はい、禁足地の件ですね。喋った。ここよりはるか東にかつて大国があった。千年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。はいはいはい。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。少年、彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが。はい。当時とあるモンスターが里を襲撃、彼は単身逃げ延びた。それがやつと。だが使った地下道が崩壊、その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は不明。モンスターの情報は不明。だが学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種。ギルドは森人一族の救助とモンスターは白の護衛の調査を決定した。君を禁足地調査隊ハンターに任ずる。拝命しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。あ、受付嬢、誰だっけ名前。アルマと申します。アルマ。大丈夫さ。と、誰だっけ。なった。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。全てはそこからですね。頑張ろう。キャラクターの詳細わかんないんだけどさ、このジェマさ、見つかるといいな。4の看板娘というか、あの鍛冶屋のあれだったみたいな感じの説あったじゃん。あれ結局どうなったんだろう。うわー、キモいやつ。折り返し。すごい数。なんだっけこいつの名前。極度の興奮。何かを掘っている。おお。人だ。怖っ。そういうこと。もう一匹いんのか。なるほど、こいつ賢っ。こっちに助け求めてきたんだ。お前そっから飛び降りんの。マジで。おおおお。猫は猫行け。
メインミッション砂原をかける。カメラ操作の移動がこれ、はい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 、ダッシュとかはちょっと待って、なるほどね。これダッシュとかってこれどうすんの。ちょ待って、とりあえず適当にボタン押してみるか。わかんない、これダッシュ通れそうにない。おお、なんだこれ、あ、道ができた。おお、うわこれ、うわ PV であったやつだ、 PV であったやつだこれ。あ、はいはいはい、ここの上行って、あ、そっから飛び降りんのね。あのモンスターいなくなってるよ。あ、いるわ。で、滑空もできると。はい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 。これは、ダッシュ本当にどうする。あーし、欲竜を狙う。L2 からの、スリンガー音爆弾。そういう感じなんだ。で、音爆弾で。はいはいはい。やっぱりこいつも砂に潜る以上は、ってことね。大丈夫か。ナイス。さて、照準からの、はい、ありがとう。あ、ごめん、あ、接触事故起きる。で、これいつなるとかあるんかな。やったろ。おお、その調子。もう一発撃ってろ。これある程度操作は自由じゃない、自動でやってくれるのか。ほら、お前それしか言えんのか。あ、こっからスリンガーのやつを、ていうかこれ音爆弾これさ、泣き袋からってことだよな。取ってんの。あの岩を崩せるか。崩せるか。おおー、すげえ、躍動感が。お、撃てんのか。撃てない。お、体験かっけー。おー体験めっちゃ似合うじゃん。ちょっとチャンクだけどさ、俺使う武器体験使いたくなるやんけ、こんなん見せられたら。大丈夫？怖かったな。なった？あの、安心して、心配ないよ。よっ、驚いた、本当に人がいるとは。このお姉さん結構好きかも。どうしよう、お兄ちゃん。お兄ちゃん、私セクレトで、あいつが来て、でもお兄ちゃん巻き込まれたんか。あいつってさっきたくさんいたやつかな。え、違うの、うんうん、お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で。まずくない？勇敢やったんやね。お兄さんはどこに。セクレト、お兄ちゃんの匂いを覚えてる。行こう。ええ、皆さんはベースキャンプの場所を。分かった、でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ、必要なものは置いてくから。なるほどね。お願い、この人をお兄ちゃんのところに連れてって。
こっか。じゃあ見つけてくるね。なんかハンター喋るのどうなんやろみたいな感じのちょっと思ってたけどさ、感情移入がすっげーできていいね。やったるよ。念のため準備していきましょう。でここがベースキャンプと。お、動ける動ける動けるぞ動けるぞ。うわ、体型触れる。そうそう、使いたい武器は決まっていますか？チャージアックスって言うんですけど、ハンターが主要に用いる武器は14種類、それぞれが武器固有のアクション、立ち回りが楽しめる。体験は動作が重いが、タネ攻撃による一撃で、大きなダメージが期待できる豪快な武器。自分に合う武器を見つけて装備しよう。おすすめを聞かせてほしい。おすすめを聞かせてほしいって何これ？診断的な感じでできるのかな？では、どの武器が合いそうか、傾向を調べてみましょうか。いくつか質問を出しますね。はい、よろしくお願いします。モンスターと対峙するとき何を重視しますか？重量のある武器で強力な一撃、素早い動きでターゲットを翻弄、堅牢な防御は最大の攻撃。とっから一撃でっかいのドーンでしょ。その武器に何を求めますか？その武器に圧倒的な攻撃力、多彩な民攻撃、変形させて状況に応じて使い分ける。攻撃力重視ならこの武器と相性が良さそうですね。そっちかよ。そっちまあいいけど、一旦もう一回やっとくか。では最初の質問に戻ります、ね、もう一回。うん、じゃあ素早い動き、いや堅牢な防御。その武器に何を求めますか？豪快な防御技、防御だけで一撃必殺のこれだろ。防御重視ならこの武器と相性が良さそう。こっちだな、完全に。それじゃないって。しゃあない、もうお前はダメだ、見る目がない。やっぱり自分で探したい。了解しました、こちらから選びましょう。これで、チャージアックス、二つのモードを変形させて立ち回る武器。小回りの剣モードで立ち回りつつ、攻撃力の斧モードで大ダメージを狙おう。剣モードではガードが可能。チャージアックス。おー、見た目いいじゃん。これだよ。武器の使い勝手を試せそうだよ。お。の感触を確かめたら。お。お、いいね。いいね。一時キャンプに行こう。はいはいはい。いつも通りのこれコンボよ。で、おの、おわーわー、新しいやつだ。え、集中二連切り。おお、なるほど。これをなんかやってどうのこうのしろみたいな感じか。はいはい。じゃあセクレト頼むぞ。セクレトに、はいはいはい、十字上でセクレトに乗ると目標地点でオート移動、はいはい、でマニュアル移動もできますよ。セクレトで匂いを追いましょう。頼むよ。一旦オートで、加速が、はいはいはい、これか。で減速がこれ。なんだこれ、今のは。おお、早い早早早い。おお、これどういう地形というか、どういうやつなんだ。あ、セクレト。あ、これ兄ちゃんか。誰だったっけお前。チャタカブラやったっけ、誰だっけ。チャタカブラだ。おお、スリンガーを拾って。やめろ、
ああ、怪我してんのか。おお、これ何弾なんだろう。くっついてる。リアルすぎ、ちょっと。なんか自爆とのスピード差合ってなくね。まあまあまあやろうか。お前がドスジャグラス的な立ち位置かい。ターゲットの集中重視、はいはい、これがね、これがターゲットカメラと。さてまずは普段のチャージアックスのスタイルでいこうか。これで斧を強化して、斧じゃねえわ、盾を強化して。てか斧強化はどうするんだ。斧強化のやつやろっかなって思ったんだけどさ、なんかできなかったんだよね、言ってなかったけど。剣強化しとっか。剣を強化、30ダメージ、いいダメージだね。ここ、あれ、まあいいさ。ここ、ここ、おし、あれあれ、ミスった。ちょっと待って、ちょっと待って、ここ、んー、わかんないよ。ちょっと待って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 。L2 で集中モードの画面を取り、集中モードで、照準方向へ攻撃できる。はいはいはい。これで、こうみたいな、ちょっと待って。集中モードでなんか傷を作るみたいな感じだったよね。はい、はい、はい、はい。この集中モードをうまく使っていかないといけない、と思うんだけど、ここ!ちょっとこいつ、濃紺すぎるな。ちょっと、高出力を頭にぶち当てたいから、お前、いいのくれよ。よし、来た!はい!いいダメージだ!そして、このカウンターよ!で、からの、超高出力!同じ部位へ気づく、同じ部位に、攻撃が当て続けると傷がつく。傷口への攻撃は、当たるダメージが大きい、狙いをつけやすい集中モードを活用しよう。はいはいはい。なるほどね。っていうか俺あれやったな。超高打ったか今。なんか高出力じゃなくて新技挟んじゃった気がするんだけど。まあ、いっか。はい。僕が引きつける。ありがとう。そんなのあるの?はいはいはい。ブヤかい!で、今思ったんだけどさ、こいつ、竜っていうのがつかないんだね、別名称に。で、かけ直しといて、で、はいはい。傷口を狙っていこうか。剣も強化して、ちょっと、にゃん吉、お前、もうちょっとだけ、動きを、ちょっと、なんて言うんでしょう。動きをちょっと、ゆっくりというか、おとなしめにしてもらうことはできるか。精霊の加護発動して。これ、スキル最初、何発動してんだ。高出力からの召喚、弱点、集中弱点攻撃が発動する。L2 に R1。はいはいはい。で、攻撃を傷口にヒットさせると、傷口を破壊。大ダメージを起こしてひるませる。はい、よいしょー。ちょっと待って。ちょっと待って、待って、待って。集中モードからの、こうで、はい。ドゥ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 ドン、おはははは。これがあれか。ぐるぐるアタックか。あ、っていうかさ、そうだよね。パリーがあるんだよね。このパリーを活用していきたいんですけど、あれ?あれ?あれ?エリア移動か?あ、猫がそっち行ったからか。はい。剣モード中敵の攻撃に合わせて R2 でジャストカードが発生。直後に、三角で属性回転、斧強化斬りへと発生する。なるほど。これで、斧強化に移行しろと。はいはい。これさ、斧強化、これじゃないとできないの?ちょっと不便というか、まあまあまあ来いよ。ここ。あれ違うわ。ここ。ここ。ちょっと待って。待って待って待てよ。ここ。おいしょ。で、斧強化。はいはいはい。これで斧で立ち回ると。
さて、じゃあこの状態にもなったことだし、新技お前にぶち当てたるわ。はいはい、ぐるぐるからの高水力、そんで待ってドン、いいね、からのもうかわり、ループさせていくよどんどん。はい、よいしょ、からのドン、もういっちょ、はい、ぐるぐる、それもう一回いくよ。あれ、おののいたか。あれ、あれ、逃げるわけじゃない、逃げるわけじゃない、あれ、え、いや、何のモーションやねん今の。救難信号で仲間を呼べる、クエスト開始直後、救難信号で他プレイヤーへの救難、教育要請を送ることができる、最大4人のハンターでモンスターの地上に挑もう。救難信号を発信してから一定時間経過しても、他プレイヤーが集まらない場合、代わりにサポートハンターが駆けつける。サポートハンターはプレイヤーと別の隊に所属するハンターだ、他プレイヤーが合流するまでの間共に使用してくれる。後から、他プレイヤーがクエスト途中、クエストに途中参加する場合はすでに参加しているいずれかのサポートハンターと交代する。はいはいはい、まあこれはいいかな、後でで。何これ、キモキモ、虫じゃね今の、キモ、よいしょ、キモ、やめろよお前、公害して、こっち来た、キモ、ちょっと待って、キモい、お前らどっか行け、どっか行け、どっか行け、オルタロスじゃねえんだからさ、俺オルタロスでも結構無理なのに。はい、あ、反応しない、ここ、オッケー、連打、押し返し、押し返しのやつ、お前、お前がお前が転んじゃったから、お前なかったことになってんじゃん、ここ。かなり難しいな今のところ、ここ。はい、斧左右移動切り、はあ、これも新モーションだな。せっかくだから傷口を狙ってドンドンドンからの頭に、はい、よいしょ、でぐるぐる、そんで高出力をドン、オッケー、目を回してるチャンスだよ。傷じゃねえや、なんて言うんでしょう、あれあれ、あのスタンだ、スタンしたら言ってくれるんだ。はい、よいしょっと、で、剣も強化して、あー、エリア移動かな、これはエリア移動だよな。待て、あー、ダメだ、おい、来い、セクレート、よし、行け、はい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 、ここ、あら、来いよ来いよ来いよ、ここ、違う、ちょっと待って、わかんない、全然わかんない、はい、うわっ、さ、よーし、で、はい、移動切りからの、うわ、お前そこでひるむのは違う、それで倒すの、まあいいけど。さて、いいね、死体、そうそうそう、登れるんだよね確か。あ、ある程度、まあやっぱりめり込んじゃうのか。あ、でも登れるのすごいな、あ、すっごいめり込んでる。お、落石、おお、いいですね、いいですね。あれ何ダメージぐらい食らうんだろう。あ、かわいい、あ、取られた、あ、かわいい、めっちゃかわいい。おお、狩猟賞、あ、狩猟賞とかあるんだ。お、もう安全だ、ここに隠れてたのか、よし、怖かったな。死体見るか、食うか、カエルって書いてあるから食えると思うぞ。よかった、
あの、申し遅れました。私たちは待ってください。何が起きて、まさかあなたたちはどうやって。やっぱりあれだよな、字幕と声遅れてるよな。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに。我々が保護しています。これ俺の設定ミス、それともバグ。ちょっと待って、これもったいね。おい、ここだよ。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした。猫かわいい。ベースキャンプ。これをすぐに作ったの、すごっ。ご無事で。ごめんな、君たちの土地に勝手にこんなん作っちゃって。こちらに。なんか新鮮な場所、新鮮じゃない。新鮮ではないですね。神聖な場所だったらこれどうしよう。あの、妹さんはあっちですよ。早く言ってあげて。風も防げますね。ガリアドとしては申し分ないよ。あ、これ PV であったところだ。さ、手は多い方がね。だからゾロ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 、たくさん来すぎ。ほら、手を抜く。私たちでできるから。ノノ、痛いお兄ちゃん。やべえ、ちょっとこれ遅れてんのめっちゃ気になるんだけど。謝んなって。助けてもらったのに、わけがわからなくなっちゃって。何それ。本当にありがとう。ありがとう。俺も今同じポーズしてます。お、イサイです。イサイです。近くの村に住んでいます。ナナです。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって、みんなで旅をしています。西川、一体何があった。あんたたちはセクレートについて聞きたい。何があった。あの場で一体何が。妹とセクレートに乗る練習中だったんです。僕が行けなかった。油断していて、ノノを逃がして奴を引きつけて走って、でも足を滑らせて落ちてしまったんです。ところで、あなたたちは、先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか。その道具も人に扱えるものとはとても思えない。私たちの故郷では大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。ハンターとは無縁のところか。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で、そしてこれを持つには許可が必要で。はあ、許可、道具。はあ、そのおかげで僕たちは助かったんですね。そうだよ。あなたたちはセクレートについて。ああ、これ全部聞くんだ。あなたたちは。ところで、あなたたちの村はどちらに。セクレートで少し行ったところです。僕らは祖母と一緒に住んでいます。もしかして森人という一族でいらっしゃいますか。森人ですか。ああ、ナタとは違うのか。そうでしたか。実は私たち彼の故郷を探しているんです。その一族の名を森人と。森人か。ごめんなさい、聞いたことはないです。いや、もしかしたら
族長なら何か知っているかもしれないな。セクレトについて聞きたい。あなたのセクレトを長らくお借りしてしまいました。どうもありがとうございました。あのセクレトはあなたの村で。はい。卵から育てました。僕たちにとって大事な大事な相棒です。そりゃなおさら見捨てられんよな。賢いですよね。頼りになりました。そうなんですよ。危険に気づいて避けたり匂いを覚えたりするのが得意なんです。その分扱いが難しくて乗り手は限られるんですが、特にあいつは賢すぎて乗り手を自分で選ぶようなところがあるんです。選ばれたってことか。だからあなたが乗りこなしていたのを見て本当に驚いてしまいました。会話を終了と。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか。僕たちはベースキャンプを見回ってこよう。アイル喋るのちょっと違和感あるな、いまだに。ミッションコンプリート。ミッション報酬。こういうのもあるんだ。ちょっと待って、一旦さ、俺ちょっと落とすわ。落とすってか切るわ。それで、なんか始まった。ちょっと待って。戦記方位。じゃあ、一旦ちょっと、一回切ります。多分バグだと思うんで。多分ね、治ったわ。OBS 側の問題じゃなくて、多分、プレステ側の問題かな？ OBS 切らなくても治ったっぽいから。多分治ったよね。ちょっと話しかけてみるか。ちょっと待って。あれま。お疲れ様です。多分大丈夫。で、今から、ちょっと待って、ごめんね。今から土砂熊狩りに行くから、一旦この動画はここで終わりでーす。はい。